ルーベン・ブロマールとは、ベルギー出身のドイツの男性フィギュアスケート選手。パートナーは、エレーナ・パブロワ、アニカ・ホッケ、マリバルトマン、アナベル・プローレス。2018年ピョンチャンオリンピックドイツ代表。シングルスケーターとして、キャリアをスタートさせ、ベルギー代表として二度州選手権に出場。2011年10月、アナベル・プローレスとペアを結成。 結成わずか8週間で、ドイツ選手権のジュニアクラスで優勝。ソチオリンピックまでに、プロレスが、シニアの年齢規定を満たすことができないために、2018年の、ピョンチャンオリンピックへの出場を目標としている。2012から2013シーズン、ジュニアグランプリシリーズに参戦し4位と6位。ドイツ選手権はシニアに初参加し、出場を2組ながら、 優勝を果たした。2013から2014シーズン、ニース杯で国際大会初優勝。ダリア・ポポはブリュノ・マッソ組の代わりにエリック・ボンパール杯に出場しなない。二人がシニアとジュニアの年齢規定の両方に定職するために ISU チャンピオンシップスには出場できなかった。7月1日にはドイツの市民権を取得した。 2014から2015シーズン、グランプリシリーズには2戦出場。ドイツ選手権へエントリーしていたが、12月にペアを解散した。新たに、マリバルトマンとのペアを結成するが、2016から2017シーズン半ばで解散した。2017年2月22日、アニカホッケとのペア結成を発表した。2017から2018シーズン、 欧州選手権では8位入賞。平昌オリンピックでは FS 進出を果たし16位に入った。初出場の世界選手権では13位。2018から2019シーズン、練習中の怪我を理由に、ネーベルホルン杯の出場を取りやめた。NHK 杯は、ホッケがインフルエンザに罹患したため欠場。欧州選手権は、 体調不良により欠場した。世界選手権では14位だった。2019年4月15日、ホッケとのペア解散を発表した。2019年7月、エレーナ・パブロアと新たにペアを結成したことを発表した。双子の兄弟のサンデル・ブロマールとは、イギリスのロイヤルバレエ団所属のバレエダンサーである。詳細詳細。 ありがとうございます。